はい、どうもサトチューンです。今ね、僕がどこに来ているのかというと、ぐるりん、はい、秋葉のヨドバシカメラ前に来てます。秋葉のヨドバシ行ってきましたけども、あー、すっげーでかかったですね。ヨドバシのフロアだけで、ビル自体はね9階建てなんだけど、ヨドバシのフロアだけで6階ありました。で、まあ、1階から6階まで全部ね見てきたんだけども、あー、やっぱね、ちょっとまあ動画の中でもありましたけども、500万円のねスピーカーと100万円のモニターで見るシャトチューンチャンネル、これをね体験することができました。あ、やっぱねすげえ音でしたね。で、あの 720p でね撮ったんだけども、あれだけ大画面で見てもね結構見れるもんだなと思いました。でもね、正直言ったらね 4K で撮ってたらどうなったのかなと思ってね、はい。でね、その他にもホビーコーナーはねすごかった。あ、前回ねキッズランドにね行ってきましたけども、スペース的にはね、あの種類はねあのキッズランドの方が多かったんだけど、あ、スペースとか量とかね、その辺はやっぱりビッグカメラが圧勝かなという感じでした。あ、単にですね、まあ、プラモだけじゃなくて、まあ、ラジコンなんかも取り扱ってるしね、ミニカーの種類なんかもすごくたくさんあってね、まあ、これだけあればねホビーショップいらずじゃねえかなというような感じです。その他もですね、やっぱねちょっと一番今回欲しいなと思ったのはドローン、DJI のブースがまあ結構あったんだけども、そこでね、まあ、でっかいモニターで作例撮ってんですね。まあ、多分 4K 映像で撮ってると思うんだけども、ドローンを使ってねこう 海からね岸壁を映すシーンとか見たらね、あ、これはちょっとね、やっぱりその20万円近くする機体だけども、それを買う価値はあるんじゃないかなと思って、ひょっとしてねうちのチャンネルでもドローン導入するかもしれません。これは欲しいなと思いました。はい。まあ、他にもね、ファーウェイのスマホとかも体験しました。あ、僕が欲しいね、メイト20 Pro が展示してありましてね、ちょっと試しにね、写真撮りました。だから、ヨドバシのね、秋葉に行くとね、メイト20 Pro のデモ機の中に僕の写真が入っております。探してみてください。はい。まあ、てな感じでね、ヨドバシ、秋葉ヨドバシ、たっぷり堪能してみました。この動画がね面白いな、役に立ったなと思ったら、ぜひチャンネル登録もお願いします。そしてね、皆さんも秋葉お立ち寄りの際はぜひね行ってみてください。駅からすぐ近いですからね、雨が降っても入りやすいと思いますので、ぜひ皆さんもね遊びに行ってくださいね。ということで、サトチューンチャンネルでした。また次の動画でお会いしましょう。